さあちょっと、はい、気になるんですけど、そろそろその袋ちょっと見ちゃいますか。見ちゃいたいなと。めっちゃ驚きますよ。俺そんな驚かないですよ、はい、今日、うん、だ今まで一番驚きますよ。おいおいおい、振り下手くそか。大丈夫です。大丈夫です。え、もうやっちゃっていいですか。あ、何を持ってきてくれたんですか。あ、これ、あの18金カレーっていう。お、どう驚きましょう。18金カレー、はい、18歳は食べちゃいけないカレー。いや、そんな感じっすね。で、はい、成人向けって書いてありますもんね。でもこれ18歳以下でも食べれると思うんですよ。ただ辛いっていうだけで。あ、辛さ的に18禁ということなんですか。はい、でも中村さんなら全然大丈夫だと思うんですけどね。おうおうおう、ちょっと脈略のない前振りちょっと怖いからやめてもらっていいかな。はい、じゃあ作っちゃいますか。あ、そうだよ、レトルトでしょ、はい、差し入れでレトルトは初だよ。確かにね、普通はなんかパッと食べられるもんですけど、今まで一番良かったなんですか。みんな良かったですよ、そりゃ。でもそれはちょっとそういう系はないから作るんだね、そこでね。はい、あ、すいません。それどこで見つけたんですか。これあのネットっすね。でも僕はドンキーホーテで見つけました。あ、で売ってるんだ、はい、これもうやっちゃっていいんですか。やっちゃっていいのかな。うお、それなんであえてあの差し入れをそれにしたの。いや、なんかみんなの痛む顔を見たくて。あ、そんなやつなの。そんな辛いやつなの。大丈夫です。でもあ、そういうパーティーグッズ的カレー、はい、楽しいっすよ、はい、でも僕は大丈夫ですけど。すごいなんかさ、注意事項が裏面にあるんだけどさ、すごいおどろおどろしい文字で書いてあるもんね、はい、ホラー映画の文字みたいな。これはちょっと、でも女性の方は多分全然いけると思うんですよ。辛い方も多いですし。辛いのどう。辛いの大丈夫。大丈夫、はい、胃腸の弱い方は絶対に食べないでくださいって書いてあるよ。カレー、このカレーは辛いもの好きな方のために開発した商品なんですよ。でも18禁いいっすよね、この名前が。いや、聞かれるけどね。インパクトあって、インパクトある、すごい。やっぱ商品はやっぱりインパクトが一番なんですよ。その芸人でもそうですし、うん、タレントでもみんなそうだと思うんですよ。なるほどね、はい、やっぱインパクト、それはもう YouTube 作る時もそれ意識して。そうなんですよ。すごいね、こんなに18禁だって押してるのに化学調味料は使ってませんっていう、優しいんですよね。そういう部分もありますよ、うん、さあさあ、今ちょっと出てインパクトって話も出たけど、 YouTube でやってる、はい、いや、すごいね、うん、誰が教わったんですか、編集は。編集はもう兄貴っすかね、最初。あ、でもほぼ独学なんですけど、兄貴のおかげで YouTube にも目覚めたんで、とりあえずカレーできたみたいなんで。すげえ来るね。おととびしまくりじゃないですか。えらいとこで編集しましたね。で、これもカレーできちゃったんですけど、はい、で食べれますか、カレー。カレーは食べられるよ。これがまた美味しいんすよ。大丈夫なの。いやいや、ちょっと、え、これ僕の分もあるんですか。熱い熱い。あー、やばいやばい。なるほど、そうやって一人で声出しながらやるんだ。一人でやるんだ。そうなんですよ、実況みたいに。ちょっと YouTube っぽいわ。ちょっと慣れてきましたね。俺に、はい、慣れてきた。なんか優しいじゃないですか。よし。あ、普通にカレーの匂いが、はい、もう美味しいんでガブガブいっちゃってください。今出来上がりのやつは自分でいくから。はい。僕はもう大丈夫なんで。うん、伊達くん、はい、スプーンもらって。申し訳ないね、ゲストで来てもらって。そうそうそう、これで。こら。いや、大丈夫。そんなに受けてないじゃないかよ。やっぱりうまいっすね。はい、気をつけて、おばちゃん、女の子なんだから。はい、もうブーって言ってください。美味しいんで。香りは全然ね、はい、攻撃的な辛さはない。鶏の肉が美味しいんですよ。鶏の肉が入ってんだ、はい、もうガブって。いいっすね、唐辛子の方食おうとしてるんで。これね、伝わんないんで。伝わんないっすね。今食べてるんで、唐辛子。いただきます。うん、いやいや、もっときますよ。あー、辛い。そうだろ。もうちょっと辛っ。後から系辛っ。舌打ちした。辛っ。うわっ。そんなに持続すんの。
いやいいっすね、そのやつ表情リアクション早いっすよ。何これ、ほんとダメなんじゃねえかお前これほんとにダメなんじゃねえかダメなんじゃねえか。いや、待って待って、いや水チートっすよ。ダメっすよ、水チートってなったよ。いったこれやばい。え、おこれやばい全然 MC うろ大丈夫ですか。ダメ大丈夫です。もっとだってあ、大丈夫です。美味しくないよ、そんで。美味しくない。いや、美味しいっすよ、肉が。苦い。ちゃんと味わって食べてください。ちゃんと。ちょっと待って。上野さん。はい、上野さんも食べる。ダメだって。来ないで、上野さん来ないで。え、絶対。上野さん、いいから目をそらして。大丈夫。でも実はここにあるんで食べてもらって。上野さん。いいっすね。これ本当にダメなやつだから。いや、得意そうっすよ。痛い、これは。あのね、俺今、チャックリが止まんないもん。いや、全然平気。そう、最初はパクってなるんですよね。でも僕、全部これ食べきりましたよ。嘘でしょ。ちゃんと食べないと芸人としておかしいっすよ。いや、芸人はそんな全部食べないよ。え、そうなんですか。これダメだ。待ってください。ちょっとご飯行かないの。ダロウさん、これはダメなやつだよ。これダメだね。すごいですね。で、なんやかんや大丈夫っつってたダンテ君トイレ行ったからね。確かに結局でしょこれはね。俺今までテレビで辛いの食べたけど一番かもしれん。え、海外に行ってなんか謎の辛さはあったけど、あ、このリアクションとしては今ね来てるもん、脳にドーンっていうのが確かに。なんか喋らなきゃいけないのに喋りたくなくなるぐらい歯が痛い。これはやばいわ。本気全員ダメージ受けてますからね、ここにいる全員。大丈夫、上野さん。ダメです。上野さん喋る商売なんだから。で、そういうの断らないと。ピリ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 しても商売道具なんだから、はい、すごいですね、本気ですね、これ、うん、本気、これ本気。これしかもこれ激辛の18禁カレーは18禁カレーの中では甘口です。だって嘘だろ。やばい。恐ろしい。まあちょっとダンテ君が今トイレ行ってあれな感じだから2人でテレビ見てましょうかね。そうですね、うん、あ、今のザッピングこんな感じ。